ジェームス・ランジング・アメルマンはアメリカ・オランダ改革派協会から日本に派遣されたアメリカ合衆国の宣教師である。1848年にニューヨーク州ロングアイランドのファーミングデールで生まれた。1862年にニューヨーク大学を卒業して中学校の教師をしていた。途中で宣教師になるためにニュージャージー州のニューブラウンズウィック神学校に入学した。 同級生の中に長崎で活躍した宣教師ヘンリー・スタウトがいた。1868年に神学校を卒業するとニュージャージー州ジャージーシティのオールドベルガン改革協会で牧師を務めた。1876年9月にアメルマンがレベッカ夫人と娘と3人で来日する。来日して最初に SR ブラウンのブラウン塾で数学、歴史、 ギリシア語、農弁術、進学を教えた。また、横浜距離内のユニオンチャーチの牧師と日曜学校の校長を行った。翌年、1877年に、改革教会と米国長老教会が合同して、日本キリスト一致教会が誕生する。 アメリカ・オランダ改革協会とアメリカ合衆国長老協会とスコットランド一致長老協会の3派が合同して日本人教職者を養成するためにできた築地居留地6番にあった東京一致新学校でアメルマンはウィリアム・インブリーとサミュエル・グリフィン・マクラレンと共に専任教師になった。グイド・フルベッキやダビッド・モルレーラも神学校も支援をした。 1878年4月には、教え子の雨の森信成、藤井勤六、原井作、伊深梶之ジ山本秀輝、伊藤藤吉、瀬川朝、篠原さん、上村正久らが、説教師として資格を与えられた。特に、アメルマンは、伊深と深い関係を築いた。1886年には、東京一致新学校は、一致英和学校、 英和予備校と合併して、明治学院になる。アメルマンとフルベッキとマーティン・ワイコフ、ハワード・ハリス、ウィリアム・インブリー、ジョージ・ウィリアム・ノックス、ヒュー・ワデル、イブカ・カジノスケ、大義、三本一郎、エドワード・ローゼー・ミラーが教師を務め、アメルマンは、教師会議長をしながら、進学と教会史を教えた。1892年2月に、病気のために、米国に帰国した。 帰国後は米国で改革協会海外伝道局会計業務を担当した。ありがとうございます。